ットにつきました。さあ5秒前の掲示が出されました。各社一斉にエンジン音が高まりました。今青でスタートです。さあ第1コーナーどうなるか。3番でスタートの黒澤拓也がかなりいいスタートを切ったような。おっと当たった。さあホームショットを奪ったのはアコードの黒澤拓也、その後ろ市上、そしてプリメーラの星野、その後ろに中子という順でしょうか。ホームスタートの中子4番手まで落ちています。今のスタート中谷さんかなり強引でしたね。そうですね、まあ、多分おそらくポジション争いでね、はい、自分の位置を確保したいという気持ちが強く出てるんだと思うんですけども。さあ25周というスプリントレースのこの第3戦、その辺もかなり熱くなっている要因の一つです。中子選手は星野さんの前に出ましたね。ストレートがだいぶやっぱり速いみたいですね。そうですね。さあこれで中子は3番手。昨シーズン惜しくも第2位シリーズチャンピオン逃しました中子です。かなりこのシーズンは気合が入っています。さあアコード同士のトップ争い、カーナンバー15黒澤拓也、そしてカーナンバー14市上亮、そしてその後ろこれもアコード、中子治、そして星野和義、その後ろに影山エクシブですね。トヨタエクシブ影山がついています。さあ1周目を終えてまだまだ各社団子状態。そして6番手にはプリメーラの本山、 FR のチェイサーの関谷選手はやはりちょっと、はい、エンジンストールさせてしまって順位を落としてますね。はい。さあしかしこの影山選手頑張ってますね。現在5番手につけています。エクシブの影山、カーナンバー25。さあご覧のように後ろの方でも激しいバトルが続いています。TI サーキットなんですが、パッシングポイントというのはかなり難しいところですね。ブレーキングポイントがかなりあるんで、ブレーキの攻め合いになると思うんですが、はい、今これ FF 対 FR の戦いになってますけどね、はい、やはりストレートが FF 車の方が速くて、コーナーの突っ込みでは FR のチェイサーの方が速いというような予想になってますね。はい。カーナンバー33岡田選手、そしてカーナンバー38の竹内選手のバトルです。チェイサー対 FF のアコード。さあ2周目を終えて、さあここでトップ集団のオーダーは変わっていないようです。さあ徐々に先頭集団とその後方ばらけてきたようですね。さあ5番手争い、プリメーラが影山選手エクシブを抜いたようです。そしてその後ろ逆にオペルの飯田選手、はい、少し順位を下げてまして、はい、その後ろに原孝彦選手がかなり順位を上げてきてます。アコードに乗る岡田選手が徐々に順位を上げてきてます ね。さあ上位4台ちょっとその後ろ空きまして、5番手のプリメーラ本山選手、そして6番手に影山選手、その後ろカーナンバー37ミハエル・クルム選手が来ています。その後ろにベクトラの飯田選手、
今シーズンはぜひチャンピオンを狙いたい中子選手なんですが、現在のところトップグループ団子状態で順位は変わっていません。今チェイサーの関谷選手がだいぶ順位を少し戻してきて、はい、もう一台のチェイサーの竹内選手の後ろに並びましたね。現在、関谷選手は13番手、ちょっと後方に下げていますが、これからまだまだ周回が進んでいくと上がってくると思われます。さあこの辺激しい争いです。テルトゥノーズ、やはりコーナーがだいぶチェイサー早いんですね、はい、ファールの車が。11番の原選手を先頭に団子状態で、おっと後ろから突かれたか原選手。その間にカーナンバー36関谷選手がこの集団のトップに出ました。これはあの竹内選手が今集団のトップになったんですね。トップ竹内選手、失礼しました。さあまあ現在上位3台アコードが37秒台の前半で、ご覧のように、まあ、同じペースって言っていいんですかね、3台とも走ってるんですが、今シーズンチャンピオン獲得にかける中子選手、どの辺でトップを奪うために仕掛けてくるか。さあそう言っている間に4番手の星野選手が徐々にその差を詰めてきているようです。さあこちらはセカンドグループのトップ影山選手、そしてその後ろエクシブ、ミハイル・クルム、ベクトラと続いていますね。ミハイル・クルムのエクシブ、そしてリーダーキラのベクトラ。セカンドグループ影山、ミハイル・クルム、飯田、その後ろに19番の金石選手がいますね。金石選手は今シーズンはやはりプライベーターとして参加しているということですね。昨年はやはりワークス扱いだったんですけども、はい、今季はプライベーターということで、かなりテストでも調子よくてですね、はい、エクシブの中ではトップタイムをマークしていることが多かったので、はい、この後どういう戦いを見せてくれるか楽しみにしてるんですね。そうですね。さあセカンドグループの中段あたりを走っていますカーナンバー19金石。さあレースは8周目に入りました。7周目を終えたところで、オーダーはトップにカーナンバー15黒沢拓也アコード、そして2番手にカーナンバー14こちらもアコード道上亮、そして3番手にカーナンバー16アコード中子治、そして4番手にはカーナンバー12星野和義、そして5番手にカーナンバー23本山聡、プリメーラが4番5番手を占めています。この後本山選手がちょっと星野さんに追いつきそうですね。そうですね、星野選手に。さあ上位3台、そして、こちらがプリメーラ同士の4番手争い。6位の影山雅美選手以降がですね、少しタイムがあんまり上がってないんですよね、はい、トップが37秒台なのに対して38秒以下のタイムですから、そうですね、ちょっと差が開きつつありますよね、はい、さあこの辺トップ5台とその後ろがセカンドグループ離れてしまいました。この JTCC のマシンを見てますと、この画面ではちょっとわからないんですけれども、フロントマスクのところにアクリルが貼ってありますよね、はい、あれはどういう風な。通常はあそこはラジエーターグリルでして、はい、一般の車内車の場合はあそこから風が入って、ラジエーターつまりエンジンを冷やすようになっているんですが、はい、JTCC の車はですね、その下の部分、はい、バンパーに穴が開いてますね、あそこから全ての冷却空気を取り入れてます、はい、で上は塞ぐことによって、空気抵抗を減らして、逆に 下から導く方がその冷却の効率がいいと。なるほど。やはり空力も良くなるわけですか。空力、前面にですね、穴が開いてますと、その分 CD 値って言って空気抵抗が増えるんですね、はい、ですからああやってテープを貼って穴を塞いでると、はい、さあ、金石選手が飯田選手を抜きましたね。